家庭菜園ライフ、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年も畑頑張りましょう。埼玉で農園している長島と申します。今日はとう立ちを防ぐキャベツの越冬の準備についてお話をしていきたいと思います。キャベツは冬に取れるものもありますが、僕は春に取れる春キャベツを育てていこうかなと思っております。春キャベツは花が咲いてしまうとかっていうリスクもあるんですが、冬のキャベツと比べて非常に柔らかくて美味しいというところもあるので、僕はキャベツはいつも春に向けて作るようにしています。今年も始まりましたが、変わらず健康第一で会社をやりつつですが、こうして皆さんに届けられるようなことを頑張っていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。今年もやってみましょう。春キャベツの苗がこちらなんですけど、これを仮植えという形で植えていて、このあと葉っぱが増えていくようにですね、植え替える作業を今からしようと思っております。今はですね、硬くなってしまった土を少しほぐして植えやすくしたり、根が張りやすくしたりしているようなことを狙ってやっています。肥料はですね、化学肥料等は使わないようにしているので、油かすを土に少し混ぜ込んでいるような状態です。では畝立てから始めていきましょう。1平方メートルあたりに1つかみ2つかみぐらいの間隔で入れています。入れすぎてもボケちゃうので、本当に少し気持ちぐらいって感じです。ちょっと慣らしていきましょう。もう土がですね凍っちゃってるんで少し砕きながら、はい、ここは埼玉県の南東部にはなるんですが、この時期になるとさすがに結構凍っちゃってますね。ご覧いただいてると分かると思うんですが、雑草がわらかしたものとかも土の中にあえて取らずに混ぜ込んじゃっています。私は化学肥料とか使わないので、少しでもこういう自然の肥料になりうるようなものとか、土にとって良くなりそうなものは育成の妨げにならない範囲で混ぜ込みつつ、活用していこうかなといったとこです。このようにすき込んでいくのが一つポイントになります。これ僕今冷気を使ってやってるんですけど、フォーク状になってるものもありまして、こうやって僕が今使っていた真っ平らなものもあるので、ホームセンターでも割とリーズナブルに手に入るので、こういうものがあると作業はしやすいです。はい、これで慣らし終わりました。ではこの後はですね、マルチを張っていきたいと思います。これからマルチを張っていきたいと思います。ポイントの一つとして、マルチはまず使っていただいた方がいいかなと思います。先ほども申し上げたように、関東地方の南部の方でも冬になりますと土が凍ったりしますので、保温と保湿の目的を持ってマルチは使っていきたいなと思っております。張るのはねちょっとだけ大変なんですけども、最初に張ってしまうことによってその後の工程が楽になる部分があるかなと思いますので、頑張って張っていきましょう。それではマルチを張っていきましょう。できれば2人以上でやると作業は楽なんですが、だいたい僕も一人でやってるので、こういった感じで4つ角を止めて、周りは後でねちょっと調整するにしよう。まずはきっちりこっち側を止めて、あっちまで引っ張っていきたいと思います。マルチはですねピチッと張るのも大事なんですが、あまりピチッと張りすぎると風とか霜で浮いてしまうので、ある程度こんな感じかなというぐらいで十分かなと思います。端はしっかり固定してあげてください。はい、これで一旦、はい、マルチの仮止めは大丈夫です。ちょっと暑くなってきたんで、少し上着を脱いで、改めて進めていきたいと思います。では植える前に少しとう立ちのメカニズムについてお話をさせてください。春キャベツはある一定の条件を満たすと、やっぱとう立ちがしやすくなると言われています。一つは苗の大きさになります。葉の枚数がですねやっぱ5枚から10枚ぐらいになってる割と大きめの苗をお持ちの方は少しとう立ちに注意が必要です。逆に5枚以下の葉っぱの少ない苗の方はある程度防寒をしなくてもとう立ちのリスクは少ないと言われています。とう立ちのメカニズムは、いろんな研究とかの結果によると、1日の平均気温が15度以下の日数が30日以上あるととう立ちのスイッチが入るというふうに言われているそうです。これはもちろん全てのケースに当てはまるわけではないとは思うのですが、一つの目安としてご理解いただけた方がいいかなと思います。とう立ちしてしまうとですねキャベツが美味しく出来上がらない形になってしまいますので、割と大きめの苗のお持ちの方は、防寒対策をしっかりすることによって平均気温が15度以下になってしまうことを防ぐことでとう立ちは十分防げますので、ぜひそのあたりは対策をすることで春に向けて進めていければなと思っております。それでは植えていきましょう。
では苗です。これが仮植えしていた苗なんですが、これなんかはですね、葉っぱがまだ 1,2 まあちっちゃいの入れると5枚ぐらいありますが、だいたいまあ大きいので言うと 4枚ぐらいなので、防寒対策はいるかいらないかなぐらいなんですが、まあ植えた後にですね、少し念のため防寒をしていけたらなと思っております。これはまあ私の作業の都合もあったんですが、苗をですね仮植えという形で植えていたので、成長をある程度少しスローにすることができたので、この時期にですね植え替えをしても間に合うような形にはなっています。ではやっていきます。ではですね、キャベツの苗仮植えのところから取ったものを、先ほど用意した畝のですねマルチの穴のところに入れて、まあ、しっかり根が張るようにですね固めてあげるというふうになります。はい、じゃあこれをですねどんどんやっていきましょう。はい、植え終わりました。ご覧いただいているようにアーチを準備したんですが、これから不織布を張って、毎年防寒しているので、それをやっていければなと思います。その防寒の目的は霜対策が主になるので、苗が死んでしまわないようにやっていきます。はい、ではやっていきましょう。それではこちらの植布をアーチにかけていきたいと思います。アーチに留めるためには留め具みたいなものはホームセンターとかでもよく見ると思うので、これでガールと楽にできるので、僕はこれを愛用しています。最近ですね、物価の値上がりがいろんなところで言われてますが、こういった我々が使うものも少しずつ値段が上がってる気がするので、大事に使っていければと思います。はい、じゃあ端っこまで来たので一回置いてですね、あとは留め具でどんどん止めていきます。まあ、あまり難しく考えず、風でね飛ばされない程度にどんどん止めていきましょう。もうこれでねだいぶ防寒があったかそうな気がするので、どうかキャベツさん大きくなってくださいというところでございます。この留め具を使うとですね、追肥の時とかもですね、あと雑草が取り除くのも非常にやりやすくなります。こんな感じで仮止めはこれで OK なので、あとは最後仕上げていきたいと思います。はい、じゃあ最後端を補強します。これでね、気が早いんですが、春キャベツはですね、葉が柔らかくてとても美味しいので、春キャベツを使ったねスパゲッティとかはね非常に美味しくて、その時にですねちょうどニンニクも同じぐらいにだいぶ出来上がってくるので、取れたニンニクを使ってペペロンチーノなんかを作るのはですね、実は私の密かな楽しみの一つです。はい、こんな感じでしっかりやらなきゃっていう感じでもないので、まあ、またちょっと見回りをしながらですね随時補強していけたらというぐらいで、今日ははいこんな感じで一旦終わりします。はい、完成です。皆さん苗の大きさに少し注意をしながらぜひ植えてみてください。今回は到達しないキャベツの栽培の仕方についてお送りしました。この動画が面白かった方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回。